物のグリソでコールシロを攻略します。うまい具合に駆け上がってクリアしました。最終回ではキンドラを捕まえてベッドにしましたので、ぜひ最後までご覧ください。部屋数が多いのでトニリンがお得ですね。ざっくり計算しましょう。部屋数が5部屋15回とすると75です。さらに階段が14個あるので約90回、5回復で450回復されます。部屋を少し回らなかったとしても十分お金を取り返せますね。なのでトニリンがお得なのです。序盤は剣振りをしてケチります。本物のケチはセイントでやってますね。まさに小じきプレイです。皆さんも金欠の際には試してみてください。せっかくケチってたのに、ガーディアンがベノムでした。オルツ、バイブゲット、そういえばスポンサー募集してるんでよろしくお願いします。例えば寿司屋だと単価3000だとして6、7人来れば1万歯回収できますね。例えばリフォームとかだと一撃で100万近く浮くかもだし、バイト探しなんかもいいですね。どこ店舗の誰々で何やってますで仕事が回ってくるんじゃないでしょうか。とりあえず目立ちたい人にはおすすめです。それかとにかく金のある金持ち来てくれ。ありがとう、パール1枚。あとチャンネル登録と高評価の方もお願いします。チャンネル登録や高評価でチャンネルが伸びる仕組みなのです。そして動画つけっぱなしにするのじゃ、長く見られれば動画の評価が上がります。6部屋ですね。パール1枚、全部回ってレベルを上げて進みます。よく見るとアイテムが塩です。マートールはこんなものかな。また20か。剣振り、ようやく60を拾いました。
トールは宝石が塩ですね。6部屋ですね。もう少しいないと思ったのですが、結構ガーディアンが入ってまいたね。
下がらなくて正解でした。一本堂つらいですね。最後の宝石を拾いました。これであとは駆け上がります。階段発見。死神を倒してレベルを上げて上に。隣が階段です。上がれと言われている気がします。恐怖のモグラはたき出たけど、あっちに行きそう。階段です。グレソのおかげで3発でした。本物は違いますね。114で2発ですか？すごいな。最終回到達。ハンターを使うことにしました。キンドラが僕のペット。クリア。宝石をすべて取ってから思いのように駆け上がることができました。
貧血のためガーディアンがいません。ドラゴン死神と番長を入れました。スポンサーがいればバリバリにガーディアン入れまくります。先日計算したところ、ガチ張りすると500円くらいかかってました。高い